皆さんこんばんは。岡くんの私物紹介動画、本日の4本目なんだけど、虫キングのカードを紹介しようと思っててね。で、どんなカードにしようかなと思って、まあ、カブトムシと来たら次は虫キングにしようと思ったんだけど、そういえば、俺のターンドローでは、横カードって出したことないなと思って、横カードっていうのは、バーコードが横についてるよっていう、まあ、これ下についてんだけど、確か上についてるやつあったかな、よく覚えてねえや。あ、全部下かな。とりあえず、まあ、虫キングのカードって普通こういう状態じゃん、普通っていうか通常カードは縦じゃん。縦だよね。まあ、さっき出した、カブトムシくんなんかさ、両サイドにさ、バーコード黒いやつあったじゃん。で、緑のバーコードっていうのもあって、横についてるのもあるんだよね。横についてるカードは割と珍しい。で、これね、スーパーキングトネルスローっていう技をね、持った虫キングで、ちょっとレア。しかもね、背景が虹色。割と俺の好きなカード。俺のターンドローは引かないカードはね、横だから。俺のターンドローっつってさ、このカードをさ、どう出すんかね。こうやって引いて、こうか。こうやって引いて、こう。しっくりこないね。横カードやりましょう。俺のターンドロー。強いて言うのは横にしてて、俺のターンドロー。はい、みたいな感じ。どうでもいいね。で、先ほど、全然虫キング関係なくて悪いんだけど、先ほど、ベイブレード2本目出してくださいよって、リクエストが来たんで、ポイズンサーペット探して、多分出したら出します。うん、なんか、あと、なんかお母さんが読んでる本とか、なんか漫画とかあったら出してよって言われたから、漫画ねーと思って、うん、出せたら出すよって言って。俺、漫画読むけどさ、読むんだけども、そんな出すほどのものないんだよな。うん。なんかワンピースの本があった気がする。まあ、出せたら出します。出せなかったらどうもあい。というわけで、聞いてくれてありがとう。また後でよろしく。